感染したね。エアラーまだ。エアサスどう？コーナーでロールしなくなったんで乗りやすいです。乗り心地もいい。めちゃくちゃいいです。いいじゃない。ほぼ着地。おお。やっぱ迫力あるね。そう、5ガロンになったんで。あ、5なんだ。もともと3だったんですけど、はいはいはい、コンプレッサー2機掛けだから、お値段変わんないから5ガロンにしといたよ、社長が。じゃあ余裕もあるね。うん、2機掛けだとすぐ溜まるし。早い。早いっす。カズサス。これでおいくらもいいね。すごいモフモフ入ってて、アライメントとか込みで最初のあれだと106万106万106万全部込みでエロはなしです、めっちゃいい匂いするんだけど、めっちゃいい匂いめっちゃいいおいにするおいにじゃああとエアロゴつけば、ね、完成ですね。いやいいじゃんね。いいっすね。ようやく下がりましたよ、これで。すごいかぶり気味。まずは結構広いんだね。広いよね。全然余裕があるね。泊まれる泊まれるこれだってまだあと10分ぐらい入りそうだもん。いらないけど、いらないけど、このかぶった感じがいいね。うん、車庫帳の時になかった。リモコンはあれってあれですよ、リモートでもできるんでしょ。できます。あれなんですけど、あいいね。すごいですよね。まだエアロゴつきますからコンプレッサーが音がそうっす。セダンじゃないんで、まあでもやったる感がありますよね。あ、すげえ、ほんとだ。ダイレクトだ、音が。ダイレクトなんですよ。すごいな。でも、溜まるとしばらくはあれ、あれかね。もう、溜まっちゃえば。全然。ここ乗り心地はどうかな？ちょっと固めで。これ減衰はいじってんですか？いや、全く俺やってないんで、本当に標準のキャンドゥでやってもらってそのままっすね。あ、でも大丈夫じゃん、全然。全然大丈夫です。車庫帳とエアサスってやっぱ全然違う？全然違います。あ、そう。前のラルグスは柔らかすぎたから、なんだろう、
低速でコーナー曲がっても、うん、ロールするし、あ、そんなひどかったんだ。段差拾えば足がぐにゃぐにゃすぎて、あ、じゃあ直線のみみたいな、そんな感じです、ね、このホイールもちょうどいい感じね。あ、そうですね、こう落ちた時に、あ、確かに乗り心地はいいね。結構いいです。この後あれだね、エアロと、あとあれか、アームか。そう、リアアッパー入って最後アラミット取って終わりです、ね、完成するね。もうちょいだね。もうちょいです。多分4月には4月中かな、完成が。まあエアソスもでかいですからね。これ一つ入ったと。そう。とりあえず一番でかいのが入ったから。そうだよね。この状態で。乗り心地的にもどう、満足？満足です。おお、良かったっすね。もともとちょっと固めが良かったんで。コーナー良くなりました。まあ、コーナーは全然いいっす、ね。前のあれよりは。しないんで。ああ、よかったね。50プリウスだとやっぱエアソス少ないのかな。俺今んとこ見たことないっすね。あ、そうなんだ。そんなやっぱいないんだね。あった、これね、これがあれなんだ。あ、そうです、エアリフト。この数値であれなんだ、見てる感じだね。常に平行を保ってくれるん で変わるね、ちょっとね。そうです。なんかオプションみたいなのってあるんですか、このエアソスの。いや、フルコンバージョンで買うともう全部セットだから。あ、じゃあもう基本的なのも全部あれ。そうですね。あとはコンプレッサーを、うん、でかいのにするかぐらいですか、ね。ああ、そっかそっか。それはでかいのを2つで行きがけにしてあるんで。あ、2機なら安心だ。安心です。1個死んでも、まあね、はまるんで。すぐすぐはないにしてもね。そう、いついつになってもね。安心そうね。帰れなくなっちゃうから。全先だから。上がりませんよ、本当に困るから。そうですよね。そこのリスクがあるからな、エアソスは。まあ、いわゆる呼吸装備だからね。そうですね。そういうところはね、気にしないと。その点、車保調はシンプルだけどね。そうですね。そうそう、上がんないとかするんじゃないけど。ただ、パフォーマンス考えたときはね、エアソスのパフォーマンスはいいよね。普段、ね、走行車庫はいくらか高めにしとけばエアロマ。そうだね。本当に集まったりとかイベント出す人はそういう時に下げればいいし。そうだよね。これでエアロがつくとまた変わるぞ。これいいよ。雰囲気が。まだしばらく乗れるんじゃないこれ。距離も少ないでしょまだ。距離もまだ5万6000ですね。うわ、全然だな。全然です。である程度キャンバー切って車高値でも平均で22走ってるんで、だけ燃費良ければいいかな。まあそうだね、ガソリン車比べたらね、天国だよね。もともと入れる気なかったけど入れて正解っすね。こういうとこも余裕だもんな。全然余裕っすね。今かまぼこ超えれるぐらいの車高にしてあるんで。画面でかいな。でかいっす。十分だね。